おやおや、自分で言うのもなんだが、物好きもいるもんだが、一応礼だけは言っておこうか。ありがとうよ。まあ、信用できる相手とは言えないけど、アリスがこの組み合わせパターン B でいいって言うなら、私は別にいいわよ。私と K のペアはソロである天明寺さんと組んで緑の扉の先へと進むのね。リオなんかと組むよりは全然マシ。問題ないわ。わしも異議なしじゃ。ルナがクォークのそばについていてくれれば安心じゃからな。はい、クォーク君のことなら任せておいてください。全く問題ない。ルナと一緒にクォークを連れて青の扉へと進もう。私もパターン B で結構です。緑の扉ですね。カラードドア閉鎖まで残り10秒です。妖怪だ。わかってるって。2 1 0、カラードドア閉鎖。どこに進めばいいんだ？っていうか、全部ロックしてあるみたいだよ。行き止まりってことか。レバーがついてるな。そのレバーを下げたらいかんぞ。天才的なギャグじゃない？ね？ね？なあシグマ、この女バカなのか？ちょっとちょっと、レディを前にして男同士で密談みたいなことしないでくれる？普通こんな可愛い女の子がいたら内緒話なんてしないっしょ。なあシグマ、この女殴っていいか？とまあそういうわけで、私の天才的なギャグ披露についてはこれぐらいにして、レバー下げてみない？でも下げないことには何も始まらないと思うよ。後戻りなんてできないんだし。わかったよ、それじゃ俺が下げてやる。いいか、行くぞ。他はロックされたままだが、とにかく開いた方に進んでみようよ。行こう。扉には生物学研究室って書いてあったな。いわゆるバイオラボってやつだ。ねえ、もしかしたらここってウイルスとかの研究をする場所なんじゃない？だとしたら、もしもそれが見つかったらクォークを治療することが。そう簡単にいくかね。別に、ただ思ったことを言ったまでだよ。
Thank you.
おい、ちょっと待ってくれ。一つだけ、いや、二つだけ確認しておきたいことがあるんだ。まあ、一つ目の方は大したことじゃないかもしれないが。何？まずはこれ。この機械のことだ。結局こいつ最後まで使わなかっただろ？だから、何なんだろうと思ってな。レプリケーターは文字通りレプリカを作る機械のことだね。うん、多分頭についてる IB ってやつのね。そう、なんだろう、イカのバター焼きのことかな。おお、うまいこと言うね。おいおい、くだらんことを言ってる場合じゃないだろう。いたいけな子供が一人病に倒れて苦しんでるっていうのに。とにかく、IB とやらが何なのかわからない限り、この機械は使いようがないってことだな。そうなるね。わかった。それじゃ二つ目の質問に移ろう。シグマ、お前さっき日記帳らしきものと、抗ウイルス薬の瓶を手に入れたよな。そのうちの後者、抗ウイルス薬の方を、もう一度よく見せてもらえないか。単純に、俺はまだ確認してないからだよ。お前ら二人が顔を突き合わせて覗き込んでたから、よく見えなかったんだ。本当にあれはアクセラビルだったのか？バカだなお前は。お前の言葉を借りるなら、一級品のバカ、略して IB だ。
どういうこと？大丈夫だ、安心しろ。後で返してやる。だから、俺の頼みを聞いてくれたら返してやるって。頼み？そう。今俺のポケットに入ってるこの薬、返して欲しければ、次の AB ゲームで、協力を選ぶんだ。最低！それって、クォークの命と引き換えにって意味じゃない！まあ、俺にも深い事情ってもんがあってね。俺の言うことを聞いてくれたら、ちゃんと返してやるさ。おっと、無理やり取り返そうとしたってダメだぜ。少しでも不穏な動きを見せたら、この薬、叩き割ってやるからな。あとそれからもう一つ、この部屋で抗ウイルス薬を見つけたこと、他の奴らに言うなよ。少しでも話せば、次の瞬間には薬は床の上にぶちまかれることになるだろう。卑怯だよ、そんなの。このゲームに IQ や愛嬌は必要ない。重要なのはたった一つ、いかに卑怯になれるかだ。さあどうする？協力を選ぶと約束してくれるか？シグマ！きっとお前ならそう言ってくれると思ったよ。話のわかるやつでよかったぜ。だがもしも約束を破るようなことがあったら、その時は、わかってるな。じゃあな、次のラウンド、楽しみにしてるぜ。シグマ、本気なの？シグマの今の BP は1。こっちが協力を選んで、向こうが裏切りを出したら。だったら。自分の命を犠牲にしてまで助けるって言うの？クォークを。なんで、そこまでして。アンビデックスゲートが開放されました。アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り45分です。悪いな。一足先に開かせてもらったよ。
別に構わないだろ。お前と四つ葉がすぐに来ることは分かってたし、それに気が変わらんうちにさっさと済ませちまった方がいいと思ってな。次の AB ゲームを。医務室にいるわ。クォーク君をベッドの上に運んだのです。天明寺さんとルナさんはその付き添いに。容体の方はどうなの？容体と言われてもな、ひとまずぐっすりと眠ってはいるが、体の中で何が起こっているのかは分からん。そうなるな。ところでシグマたちが入ったのはどんな部屋だったの？バイオラ。それって細菌とかウイルスとか DNA とかを研究する？うん、そんな感じだったね。そこに抗ウイルス薬アクセラビルはなかったのか？この部屋で抗ウイルス薬を見つけたことを他の奴らに言うな。少しでも話せば次の瞬間には薬は床の上にぶちまかれることになる。そうか。それでこれからどうする？投票の締め切りまであと40分近くあるけど。アリスはどうするつもり？私はあなたたちが入ったっていうバイオラボが気になるから、そこを覗いてみようかと。それじゃあ私が案内する。そうしてもらえると助かるわ。俺はアリス、ケイ、天明寺の3人が入った部屋を調べてみるかな。もしかしたらお前らが見落としてるところがあるかもしれないし、そこにアクセラビルがある可能性だって。ではそちらの方は私が案内しましょう。シグマとファイはどうするの？ならば私も付き合おう。さあそれじゃ行きましょう。いや、待て。その前に、日記帳を見せてくれ。ディオから聞いたんだよ。部屋に関する詳細は教えてもらえなかったが。ただ、わけのわからない言語で書かれた日記帳を見つけたってな。それをシグマが持ってるって言うから、見せてもらえないかと。これはラテン語だな。時間と辞書があれば。仕方ないだろ。こいつはおそらく研究者の書いた研究日誌みたいなものだ。今日はボブとお散歩に行きました。とっても楽しかったです。とか、そんな感じの日常的な記録が記されてるわけじゃないんだよ。ほとんどが専門用語だらけで。何が書いてあるのかさっぱり。待て、このページ216ページに書いてあることならなんとなくわかるぞ。ここだけは研究記録じゃなくて執筆者の独白のような内容が書かれているんだ。そうせかすなって。今頭の中で訳してるんだから。なるほど。わかったぞ。どうやらここには、
ラジカルシックスに関する事柄が記載されてるみたいだ。ああ、上から読み上げていくぞ。重要なのはそっちの方じゃないだろう。ラジカルシックスは感染者の自殺衝動を喚起する。他にも気になる点は二つある。まずは未だ抗ウイルス薬の開発には成功していないと記されている件についてだ。どう思う？だよな。だが日記には抗ウイルス薬の開発にはあと10年から20年はかかるだろうとも書いてあるぞ。12月29日、年数は記されていない。まあそうだろうな。次、二つ目は
地下シェルターの件についてだ。例の新聞記事は感染者の隔離について言及していた。そこで我々はもしかしたらここがその隔離施設なのでは、そんな疑念を抱いたわけだが、この日記の記述はそれとは真逆の可能性について示唆している。非感染者たちは政府の用意した地下シェルターへと収容された。ああ、断言はできないが、可能性はないこともない。ウイルスがどこからか潜り込んできたのかもしれん。よく考えてみてくれ。もしそうだとしたら、いろいろと辻褄が合うだろう。我々はこのシェルターへと放り込まれてかなり長い間、そう、何年も何十年も眠らされていたのかもしれない。その間にパンデミック、世界的なウイルスの感染拡大が発生し、あの新聞記事が書かれ、日記が書かれ、そうだ、あくまでも可能性の話だがな。確かに、それもそうだな。とにかく、新聞と日記だけでは情報が足りないな。他にも何か手がかりがないか探してみよう。気が変わったんだ。クォークの様子については後で報告してくれ。特に異常はありません。相変わらず眠ったままじゃよ。ええ、じっちゃん。
アンビデックスゲーム投票の締め切りまで残り10分です。プレイヤーは速やかに投票を済ませてください。所定の時刻までに投票を行わなかった場合、未投票者の選択は協力に設定されます。そろそろ時間じゃな。シグマ、ルナ、お前さんたちは倉庫に戻れ。わしはここに残る。クオークのことは心配じゃからな。でも、天明寺さんはソロバンですし、投票しなかったら。自動的に協力に設定される。そんなことは知っておるわ。つい今しがたのアナウンスでも言っておったしな。別にどうもせん。ただやられたと思うだけじゃ。いずれにせよ、わしは協力にしか投票できんのじゃよ。対戦相手であるアリスとケイのペア。そのうちアリスの方は BP が1じゃからな。もしもわしが裏切りを選び、奴らが協力を選んでしまったら、わしはアリスを殺すことになってしまう。そんなことをしてまで、わしは脱出したいとは思わん。クォークを置いていくわけにもいかんしな。従って、AB ルームに入ろうと入るまいと、どっちにしろ同じなんじゃよ。わしの手は、協力で決まっておるからな。心配には及ばんよ。はい。AB ルームの扉、見ればわかるんじゃない？つまり？そういうこと。ところで天明寺さんは？ああ、そう。それじゃあ天明寺さんが裏切りを選ぶ心配はなくなったわけね。そうなりますね。それで、アリスさんとケイさん、お二人はどちらを選ぶつもりなんですか？もちろん協力で決まりよう。だって、私の BP が6だから、ですね。ええ、そう。天明寺さんが協力で確定している以上、こっちは裏切りは出せないわ。なぜなら、そんなことをしたら K の BP が9になっちゃうから。ですが、もしも K さんが AB ルームの中で強行手段に出たら。ご安心ください。私は、そのような粗暴な真似はいたしません。本当ですか？ええ。だったら、K は AB ルームに入らなければいい。え？投票はアリス一人で行うんだ。そうすれば、余計な心配はしなくて済むだろう。いや、しかし。申し訳ありませんが、それはできません。どうして？どうしてもです。さあ、アリスさん、行きましょう。おい、ちょっと待てよ。アリスさん、信じるしかあるまい。今は K の言葉を。
投票の締め切りまで残り5分です。時間がない。ルナ、行くぞ。はい。うん、わかった。シグマ、どうするの？ダメだよ！そんなの自殺行為だってば！あいつが、あの男が協力を選ぶかもしれないって言うの？ありえないよ！絶対！だって、リオの BP は6なんだよ。裏切りを選んで3点取って脱出し。そんな可能性、今の今まで1ミクロンも考えたことなかったよ。だって何度も言うようだけど、リオは裏切りを選ぶに決まってるし。ID って言われるんだよ。こっちが協力を選んだって必ず薬を返してくれるとは限らないでしょ。分かったよ。これだけ言っても聞いてもらえないんなら仕方ないね。投票ボタン押させてもらうから。ディスプレイに表示されます。お疲れ様でした。アンビデックスゲートを開放します。シグマ。
結果は以上のように確定しました。各自、バングルの数字をご確認ください。何？シグマさんの BP が。マイナス！シグマ、シグマ、しっかりしろ。ねえ、シグマ、起きて！シグマさん。そんな、どうして？返せって。まるで自分のものみたいに言うなよ。この施設で見つけたものは、俺たち全員にとっての共有財産だろ。おい。抗ウイルス薬って、どういうことだ？それを、リオに奪われて。なんですって。それじゃあ今、リオさんは持ってるって言うんですか？抗ウイルス薬を。ああ。まあな。わかったよ。ほら。
アンビデックスゲーム第2ラウンド終了。結果は倉庫内のディスプレイに表示されます。お疲れ様でした。アンビデックスゲートを開放します。シグマ、あれだけ言ってたのに、どうして？あ、ううん、別に責めてるわけじゃないの。決断は正しかったと思う。別に謝ることないって。私がシグマの立場だったとしても裏切りを選ぶと思うし、とにかく別の方法を探そう。リオの隙をついて薬を奪うの。二人で協力すればきっとなんとかなると思う。うん。あとそれからアリスにも手を貸してもらって。大丈夫だよ。アリスは信用できるし、リオにはバレてないはずだから。さあ、とりあえず結果だけ確認しに行こう。結果は以上のように確定しました。各自、バングルの数字をご確認ください。おい！どういうことだよ！お前、クォークがどうなってもいいのか？おい、どういうことだシグマ。それをリオに奪われて、ま、なんですって。それじゃあ今リオさんは持ってるって言うんですか、抗ウイルス薬を。いや、持ってねえ。ああ、正確に言うと2秒後には持ってないことになるだな。約束は約束だ。お前らが協力を選んでりゃこんなことにはならなかった。恨むなら自分たちを恨め。よせ、やめろ。そんなことをしている場合ではないからだ。見ろ、旧の扉。まさか。なんだと。
どういうつもりですか？難しい質問ですが、あえて答えるとするなら、ここから出るつもりです。てめえふざけてんのか！悪ふざけや冗談の類でこんなことはしませんよ。私は至って大真面目です。これは合理的な判断に基づくものなのです。私たちにとって目下の最優先事項とは何でしょう？クオーク君、救うことです。一刻も早く彼を病院へと連れて行かなければ。そのためには誰かがここを出て助けを呼んでこなければならないのです。そして今それができるのはこの私しかいません。だから私はここから出ていくのです。みんなを置き去りにしてか。ですから助けを呼んでくると言っているではありませんか。せめて次のラウンドまで待てなかったんですか？そうすればクオーク君の PP を9にして一緒に連れていくことだって。次のラウンドでもクオーク君の対戦相手、それがディオさんだったらどうなるんです？間違いなくクオーク君の BP は減ることになりますよ。私はより確実な道を選んだまでです。9の扉が開放されました。9の扉閉鎖まで残り9秒です。あれ、そういえばアリスはどこ？ああ、アリスさんなら AB ルームの中にいます。倒れてはいますが、ご心配には及びません。ただ、眠っているだけですから。そんな、アリスに何をしたの？それは、アリスさんから直接伺ってください。では失礼します。やい、てめえ立ち上がれ。扉を閉鎖しました。これにてノナリーゲームは終了となります。お疲れ様でした。なお、ゲームの終了に伴い施設内にある9の扉以外の全ての扉は開放されます。どうぞごゆっくりとお過ごしください。残りの余生をこの施設の中で